タクチ乗って。ちょっと寄った方がいいかもね、全然。あ、トロフィー持ってる、あ、持ってる。ああ、ごめんごめん。チキンチキン。下置いといてほしい。ああ、アップするの忘れてさ。危ないよ、思いついてよかった。死ぬぞ。YouTuber 応答してますよ、あ、携帯忘れた。KY デンジャラスのデンジャラスナイト、 KY デンジャラスのコウタと中地と、そしてゲストで宮健と両都でお送りします。イエーイ、 KY チャンネルメンバーでね、イエーイ、お送りしたいと思います。いや、なんかすごい、この4人で揃うの久々ですよ。めっちゃ久しぶりね、めっちゃ久しぶり。すごい、宮健がもう久しぶり。そう、前デコボコのラジオ出たんだけど、うん、KY と何ヶ月ぶりぐらいの、うん、宮健ってこんなに日本人離れしてた顔本当にこの濃いままだ、ずっとマジで生い立ち、これで来てる、これで生い立ち来てる、うん、じゃあちょっと中地コメント読んでて、俺ちょっと、はーい、 あ、ごめん、大丈夫だ。はい、ということでコメント読んでいきましょうか。はーい、一番早いの、はい、ユアピッピさん。おー、うわー、さすが。こんばんは。ユアピッピさん、すぐ寝るパターンじゃない、大丈夫？今日は眠いから途中で寝落ちしそう。いや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 、いつものいつものパターンね。そしてカーコさん、こんばんはって来てます、ありがとうございます。あ、ユアピッピさん、今日多いわらに、にぎやかそう、ありがとうございます。そうだね、久しぶりにゲスト呼びましたね、うん、確かに。中田猫さん、いや、違う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 、いやいや、俺ら今多分1ヶ月連続で読んでるよ。あ、毎週先週だって両手でしょ。そっか、俺驚いた。なる、いつの記憶ないの。そうかそうか、もう中地忘れ物だから。かわいい。いやいや、忘れ物じゃないよ。や、え、さっきね、15分ぐらい前に両手が LINE が全然返ってこないから両手に電話したら、両手がえ、寝てたって言ってた。いや、忘れん坊じゃないよ、やーどや。ごめん、目覚ましかけないで、もうそのまま寝落ちしてた、俺。親分かった、俺。まあ、あるあるだね、これはね。はい、しゃーないです、すみません。そ、これはなんて読むのかな、みなみさんかな。みなみさん、みなみさん、こんばんは。こんばんはい。まりえさん、こんばんは。こんばんは。中田猫さん、豪華だね、わら。ありがとうございます。ありがとうございます。みなみさん、久々に見た。お、ありがとうございます。毎週見てくれた、ありがたいですね。まりえさん、こんばんは。来てます、ありがとうございます。まあ今週はね、はいはい、まあデコボコトラベリングの両都と、はい、三宅も呼んで、このメンバーってあれなんですよね、だから高校生の時から、うん、まあお笑いをやっていて、うん、で同じコンテスト、お笑いの大会に出て、はいはいはい、争ってたメンバーなんですよ。そうなんですよ、難しいね、お笑い高校総体でね、はいはいはい、まあ皆さん結果わかると思うんですけど、もちろんもちろんね、僕たちが優勝してましたよね。ありがとう。華々しいから俺たち、ね、常にスターだから、あのけ、おい、常にスター。え、なになになに、はいはいはい、異論あるの？2連覇しとる。2連覇しとるよ、こっちとら。あれ、違う、2015年が俺たち優勝で、うん、2014年がタイラーじゃなかった？やっつ、3位入賞、タイラーは、タイラは3位。3位か、懐かしいな。2連覇してますからね、こっちね。そう、だから2連覇してるんですよ。そう、一応さ、そうそう、一応さ、あの皆さん、まあね、見た人と見てない人いると思うんですけど、うん、このなんて言うんだろう、この結果発表の瞬間のガタンガタンガタンっていうのあるんですよ。ベスト4は名前が出て、そっからトーナメント形式みたいな感じでガタン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 って上がっていって、あの手動のやつね、うん、で2015で言えばテルケンと KY デンジャラスがこうガタンって上がったんですよ、うん、で、うん、準優勝か準優勝どっちかが、で、どっちどっちどっちでで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 ダンゴゴゴゴゴンって言って、うん、テルケンが上に上がって優勝、あれグロい、あれよ、
めっちゃトラウマだあれグロいもうそうお前なんかはねいい思い出しかないと思うあのね俺この前バイク乗っててトラック工事しててトラックのなんか板みたいなやつが、うん、バタバタンって地面に落ちて俺、うん、ピクッてしたもんそんなにちっちゃい声で負けたって言ったもんそんぐらい結構トラウマなんすよ、うん、はい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 、うん、高ママさんからこんばんは今日は子供寝かせながら聞きますありがとうございます、ね、のんびりね聞いていてありがたいですね子守歌みたいな感じですかねいいんすかねこんなもんいいすかねあの俺気になってることがあってはいはいあのオナニーする時の体勢いやいやいや今だから今子供がね、うん、子供寝かせながら聞くって言ってるのに、うん、そんなオナニーの内容ダメでしょそんなクリトリスでいこう。もっと生々しい。もっとダメだよ。マリンさん、コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。オナニーさ、はいはい、どんな体勢、姿勢でやってるみんな。オナニー、うん、俺は、どうだろう。眠りながらだ。お前は俺も眠りながら。気持ち悪っ。いやいやいや、俺はこう椅子に座って椅子なんで、ちょっとこう、ああ、はいはいはい。滑り台風。滑り台風な。はいはいはい。眠りながらでしょ。そうだ、ネニーしかできなくてネニーって言うんだえ、なになに、なんて言うのネニーネニー言うなよディズニー感出て可愛いネニーちゃんだけど、周り座ってる人の方が圧倒的に多い、うん、俺の周り、でしょでしょ、お前らがおかしいっしょ。ただオナニーってね、人に見せるもんじゃないから、座りながらオナニーして、足をビーンするのが気持ちいい。あー、待て待て待て、ストップ、まっさ、今さ、俺たちラジオしてて、はいはいはい、表側にそうだね、40、50代の人たちがいっぱいいるから、はいはいはい、気まずいただただ今気まずい。もう、なんでこの若い子らは感があるから、もう嫌だもうね、多分もうオナニー今もうしないからもうしない今ちょっとさりげなく失礼だった失礼か分からんけどね座りながらオナニーしてる人の方が多分多いんじゃないかな、うん、いでしょでしょ、そうなんだ、うん、スワニースワニースワニーだから俺今日挑戦してみたんだけど、うん、全然気持ちよくない。わかる、なんか俺も座ってた時期あったわけよ。あー、マジで座ってた時期も、もともと寝てたの。あ、俺もうずっとずっとなんだ。入りがネニー。俺昔は床女だった。あー、いたわ。原点、俺も最初はそれだった。いたわ、原点。うんうん、性の目覚め床に多いね。俺小学校3年から床女してるから。へー、だからもうチンコこすりつけてたもん。はい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 。まだオナニーってわからないけど、はいはいはい、気持ちいい。その頃って気持ちいいの？快感になるよ、ほんとに。出ないわけさ、やっぱまだ。あ、どう、フィニッシュはどこなのそれ？もうずっと、あの、自分がちょっと、うん、出ないんだよね。出ないでしょ、まだ、うん、いや、俺も小4ぐらいはビクビクだけして終わったやつ。あー、やっぱそうだよね。いや、だから目の前に4、50代いるねめっちゃいる。何が小4はビクビクだよ。おかしいだろ。孫が小4ぐらいの世代だやめれ、やめれ、失礼。あ、だからね、だから高校総体の話ちょっと戻ったら、はいはいはい、ぶっちゃけテルケンはやっぱどう、うん、やっぱ2連覇ってどうなのこれ。相当すごいことだと思う。すごいよ。まあでも、うん、これちょっとなんか、うん、はいはい、なんか頂点しか登ったことないから、うわ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 、あんまりなんかそういうすごいとこ全然わかんないんだけどさ。よって言ってやれ。落ちてる場合はこっちはバカじゃないの。でこぼこタイラーに負けてる場合。俺はもう あいつに負けた瞬間、もう解散しようかなと思った。そっか。しかもなんかね、雑だったんだよね、このあのなんていうの、この台があるさ、フリップ高校生のね、あれよ、もう俺最初から分かってたわけ。なんかもう、あ、誰が、そうなんだ。なんかスタッフ、若手のスタッフが持ってきて、はいはいはい、裏でこそこそつけるんだけど、はいはいはい、もうよ、もう明らかにバレてるわ。あー、誰が上がるか。見えてたんだ、名前。見えてたから、俺もう出たくなかった、もう舞台で。まあそっかそっか、でこぼこないって思ったんだ。もう、あー、もうね、やっさーって思って。ぶっちゃけ、うん、で、だから本当に俺らも悔しくて、準優勝、うん、めっちゃね、俺らもな2人初めて泣いてたんじゃん。あー、そうだね、そうだね、うん、2人。中地に関しては、うん、中地ってこいつサイコパスだから普通にそうだね。涙をあの時、人生で初めて泣かした、うん、なんで。確かに。で、あの泣いた時に、うん、お前人生で最後に泣いたのいつって聞いたら、うん、赤ちゃんの頃って生まれた瞬間、おぎゃおぎゃ、産声以来泣いた。すごいな、お前。その中地が泣くぐらいのね、もう悔しさなんだ、それぐらい思い入れがあった大会。でもちょっと正直今このね、もう 2,3 年経ったから言うけど、うん、ちょっと美味しいって思いもあるんだよね、ちょ 今となれば。あ、確かにね。あ、確かにね、うんうん、ちょっと思わみやけ、思わ、ね、ちょっとね、オンエアされて、なんだかんだ、こう、なんていうのかな、
なんか優勝した、だ申し訳ない、そうそうそう、優勝したテルケンがなんか悪役みたいな、ちょっとなってた、それかわいそうだなと思ったけどね。確かにね。そうそう、結構なんか反響とかでも、そう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 、やっぱ優勝したらなんかやっぱり下げることしかできないさ。あ、確かにね、確かに、うん、確かにね。だから結構なんかそういうコメントとかもあったりとかして、ちょっと、そうそう、それちょっとテルケンかわいそうだ、優勝したのにな。でも俺も正直テルケンに負けたあと1年ぐらいはテルケン嫌いだったです。顔とか見たくなかったもん、腹立つさ。うん、そんなにバチバチしてどんどん。お前のこの目のくぼみとかめっちゃ嫌い。そこは俺の個性だからいいやし、別に。気持ち悪かった。このくぼみになんか溶岩とかなんか楽しい。でもそれはただただ生理的に無理なやつだから。いや、あの髪もキモいよや、お前。そう、なんだろこれ。あ、でも画面越しあんま分からんな。横から見たらもうお坊ちゃんみたいな。もう俺たちの某先輩みたいになってるからね。ああ、ヨシキね、うんうん、ということでですね、ゆうきさんからお茶、はいはい、人数分いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、そんなシステムだ。そんなシステムだっけ。それあったかいお茶いただきます。もう寒いっすからね、もう涼しくなってんね、うん、今日めっちゃ寒かった夜。もうなんだ、早っ。もう夏終わりじゃない。マジか。うん。そんな、なんで俺らこの世に揃って、うん、季節の話してるの。だから普段しないからな。なんか寂しくない。わかるよ、正直。だ、俺が今日したかった話は、うん、宮県就職組さん、宮県が高校卒業して就職組で、うん、残り寮と俺中地が、うん、ね、あの就職してない組さん、はい、うん、フリーター組さん、社会不適合者、社会不適合者さん、そうね。これ、ミヤケンから見て俺ら正直どう思う？違う、かっこいいだろ俺らに対して。でも、うん、その通りだもん、めちゃくちゃ羨ましいわ。あ、そうなの？意外と。あー、なんとも言えないな。どういうこと？どういう ところ、それ何？なんだろう、やっぱり社会入ったら、うん、はい、やっぱ確実にそう、縛られるわけよ。あー、やっぱそっか。そう、尾崎豊じゃないけど、社会に縛られたくねえみたいな、なんかそういう気持ちが出てきてしまう面があって、そう、結構、なんだろうな、やめたいなとか思ったり。やっぱり俺たちが知らない世界みたいなのあるば、まだそれ俺たち怖いんじゃん。そうだね、うん、わかる。なんで俺らが知らない大人の世界みたいな。すごいよ、社会保険とか。リアルやっしゃ、マジで。リアルだな。社保ね。ぶっちゃけ、どんぐらい払ってる。なん、社保。システムが。月どれぐらい取られる？だから、もう二十歳になったから、うん、あ、年金もか。そう、年金も納めないといけない。俺ら3人はそれ逃れてる組さ、うん、一応。そうそう。めっちゃ取られるよね、所得税。そうそうそう。年金、社会保険。うん、那覇市の住民税がなんか、結構そうなんだ、高いんよ。ああ、そうなんだ。いや、めっちゃそれ、時の忘れてよかった。いやいやいや、そんな場所によってある。そうそう、場所によってあるんだけど、まあ結構、そういう面とかも。なんだろう、この給料からいくらぐらい引かれる、うん、3万ぐらい。大体そんなに、うんうん、そんなそこまではいかない。もっと引かれる。あ、もっといく、嘘つくな。もっと全部で、マジで、この引かれない状態で20万あったとしたら、はいはい、例えばね、はいはい、もらえるのが14万、5万以下、5、6万も引かれんの、うん、やば、怖っ。やばい、もう嫌、俺めちゃくちゃ引かれるの。もう政治嫌だ。政治、政治。お前薄っぺらいねん、コメント。政治、知識ないのバレバレだぞ、お前。政治やばい。俺ごめん、何もかも興味ないやつ。生きてるだけ十分だ。わかるね。だから俺らもだからね、だから怖いのが、俺らって今お笑いだったり芸能だったり挑戦してるんだけど、うん、それが無理になった時、うん、そこに向き合わないといけないっていう、そっか、のが怖いんだよね、うん、確かにね。そっか、年金か。いやいや、待って、なんで俺ら4人揃ってんの。さっきまでオナニーの話してたのに。オナニーから社会保険になっちゃった。最近、ミヤケンどうなの、彼女と。だから浮気スペシャルっていうのをやった時に、はいはいはい、そう、ミヤケンがね、うん、浮気されたんすよ。そうそうそう、彼女にね、誰に寝取られたんだっけ。あの、中3の韓国人に寝取られました、彼女。何回聞いてもおもろいやつ。ルイを見ないよね。日本全国にそんな中3の韓国人に寝取られる二十歳っていないぜ。いないいないいないよね。面白いこれ。いないよ、絶対いない。しかも俺多分不細工だったしな。生涯滑らんと思うばよ。
それはそれでいいな。確かに無茶振りされたらもう、ね、なんか面白い話しねって言われたら中3の韓国人ネットランスみんな爆笑だ。もうでももうあのその彼女とも、はいはい、そう結局何発覚したの？別れまして、ね、うん、別れた、ね、あの後どうなったの？うん、あもう別れた、あなんもない、あこのまま、あそうなの？ちょくちょく会ったりしてるさ、そうそうそう、ライブとかね、でももう、あれが2ヶ月前ぐらいです、もうそれ以来、あれは別れたての時で、あちょっと遊ぼう、じゃ一切やりとりも LINE もしてないってこと？全然全然、全然全然、全然全然、もうだってね社会人って出会いなくない？ないよね。そうなのよ。俺たちですら出会いないもん。ないない、全然ない。全然なくて。だってね、あの会社に働いてる人たちももうみんな先輩。うん、だから今同級生何名ぐらいいるの？同期がこの3人いるんだけど。ああ。みんな男で、みんな男で。はい、はい。しかもジムに女の人もいるんだけど、だいたい40、50のババアだ。どこに俺はこの感情を向ければいいんだと。だから、もうだから俺だから別れたらやばいんじゃない？じゃ、一応だから分かるのが、うん、俺も女の子を見るっていうのがないさ。はいはいはい、だから通りかかった女子高生見るとか当たり前だけど、うん、それどころか、たまにお前ら分かるかな、お母さんで勃起しそうならん。ないよや。わかる。ないよや。ないよや。二人で怖いよ。嘘だよ。嘘だよ。やべえ。わかるじゃないよや。で本当にさ、俺のだから浪人経験がある。高校の浪人がある。うん、あ中学校、はいはいはい、高校受験落ちた人が言うには1年間恥ずかしくても、うん、あのお家から出れんかったって。お母さんで勃起した時に本当に死のうと思って。俺らも今からもしかしたら。年を重ねることに、ね、うん、もしかしたらお母さんで勃起する時代が来るかもしれない。うわ怖っ、勃起かぁ勃起かぁ母に勃起か、あの前三宅とすれ違ったっていうツイートしたの、うん、あーね、だからあれどういうことどういうこと、違う、だからあのめっちゃ早歩きで、はいはい、しかもめっちゃニヤニヤしながら、うわ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 、絶対なんかあるやし、絶対あれだ、デリヘル、デリヘル予約しただろ、やばいな、なんで自らデリヘル迎えに行ってるのこさすわこっち側どう、なんの真相、なんなのあれ、朝と交差点でなんなの真相、朝と交差点リアル、リアル何普通に友達とかリアルに、うん、あの女の子と飲みに、うわ行くっていう、うわうわうわ、こいつよなんだかんなよ、うん、なんていうんだ、女大好きで、うわ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 待て、そういうこと言うから、おい、なんかちょくちょく、俺、三宅のこと誘うわけさ、うん、高確率で、ごめん今中地、今先輩と、先輩の女の人と飲んでる、あらららららら、おいおいおい、鼻の人飲んでるぞ、違う違う、待て待て待て、お前よく見たら、スーサーだよな、待て待って、お前よく見たら、お前の鼻、チンコみたいな形いいやし、俺のチンコバナの話、小学生が書くある画面じゃ伝わらんけど、うん、クレヨンしんちゃんのチンコみたいな、このコミック型のチンコじゃないんだどうなの、遊んでんの、じゃあセックス最近いつした、正直、いいや、もうこれは、今だったら許す、うん、いいよ、先週、誰とよ、誰とよ、誰とよ、あのもういいよ、カエル今日のラジオ、これはもう待って、童貞待って、童貞待って、待って、童貞落ち、童貞落ち、正直誰、誰誰誰とやった、だ、何歳、このね、うん、先輩と飲んでたって言ってた、はい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 、その先輩に紹介された女の子がいて、うん、おお、だからその人も先輩でしょ、一応年的には、うん、その子は俺の一個下なのよ、ああ、最近社会人成り立ての、おお、はいはい、でその子と飲みに行って、二人で行って、二人で飲みに行った、うん、行ってで、なんか、うん、どんな感じ、ホテル近いねってなって、あ誘い方よ、ホテル近いねーって、超気持ち悪い、で、ま、めっちゃ気まずかったのが、うんうん、ホテルに向かう途中、あの辻、辻、はいはいはい、あの時に、うんうん、那覇省ある、通るね、はいはい、通るね、あっち通る時になんか見覚えのある制服着てる女の子がいて、うん、あれ、あの子どっかで見たことあるな、めっちゃ見たことあると思って、うんうん、よくよく考えたら俺の妹だべ、それ、何時何時あ、もう本当に登校時間、ああ朝終わりか、終わりってことね、はいはい、ああ気まずい、朝方、うん、もう、うーわー、見られたの、見られて、ええー、気まずで、何、妹も3人で 3P したみたいな話、あいや、うわ気持ち悪い気持ち悪いじゃない、気持ち悪い、俺が一番気持ち悪くなった、気まずい、何それ、へえ、うわー、気まずい、そう、気まずい、目玉見ろだな、その女の子とは1回きり、うん、今仲いい、え
付き合ってるの？いや、そういうんじゃないんじゃない？ではないんじゃない？いや、セプレでもないんだけど、一応ちょっと、うん、めっちゃいいな、いい感じでは、いい感じ、あー、なんで、ね、え、俺が P 入れるから、うん、せーので、名前よ。いや、待って、それはダメってそれは本当にダメって。いや、お願い、待って待って、見てるかもしれない。さっき俺ラジオ出るよって言ったから待って、本当に言われちゃうの。待って、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 聞け、三択でじゃん、うん、三択だ。あー、なるほどね、なら大丈夫。あ、名前三択な、はいはい、よーい、はい、A、 A、 ミサ。あー、絶対違う、絶対違う、絶対違う。 B、 モモコ。嘘つけ、モモコではないだろ。いや、だよ、ない、わかんない。 C、マオ。あー、もうわかった、わかった、わかった、絶対マオやさ、絶対マオやさ。マオ見てる、マオ。待って、勝手にマオ、マオラブホどうだった。待って、そういうのやるな、ええ。あ、マオや、マオやくしや、マオやさんからコメント来たから、びっくりした、びっくりした。え、これもう違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 う、びっくりした、びっくりした。この3つの中に一応、本当にある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 やつはいる。ちゃんとコンドームつけた。でもそこはちゃんとね、あー、マーヤパイパン、マーヤパイパン、マーヤじゃないから、マーヤじゃない、マーオね。はい、 B、 B、 はい、 B、 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 誰だっけ、 B、 さっきか。あ、なんか B じゃないよ。 B、 モモコな。あー、もう絶対 B 違うやつ。頭悪すぎる。あー、終わった。マーオやしや。 A、 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 しかし、はい、C、モモコです。マオ、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 待って、ほんとに俺ラジオマオ見てる、マオラジオ頑張るよみたいなスラインをさっきまでしてたのに、ね、だからデンジャラスナイトを出るって告知するのが悪い、うん、そう、こうなることは分かってるもん。デンジャラスだわ。俺このラジオで恥しかさらしてんさ。マジで通算よ。寝取られたりな。画像はあるの、写真。顔、そこ、顔、そこまでやもん。じゃあ顔を女優に例えて。女優に例えたら、うんうん、芸能人でよ、なんだろうな、和田アキ子。違う。そっちタイプじゃない。なんだろうな、かわいい系、美人系。何センチ、かわいい系、何センチ、あ、かわいい系俺好きだよ。猫系、145。あー、かわいい。身長は矢口まり、かわいい、一応身長矢口まり、かわいい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 。え、なに、宮剣を、なに、ちょっと崩した顔、どんな崩せし、これ以上崩せるの、これ、これ、これ、だいぶ崩れてるけど。いや、マジで気付いてないよ、まだ。いいなぁ。じゃあ、マオだった、マオ、マオ、もう、もう、いいよ、ね、マオ、死ね、死ね。一応いいや、もう、じゃあ、マオの一番好きなとこ、じゃあ、うん、違うね、付き合ってもないのに、はいはい、待って、待って、告白書を電話して、今、違う、待って、それダメだよ。ほんとに、待って、待って、これ、面白い、面白い。本当にだね。好きなんでしょ、好きなんでしょ。違う、まあ、好きなんでしょ、うん、体でしか見てないの、お前。好きなんでしょ、告白書。あ、電話ちょっと、告白書。違う、まあ、ミキサーさんから。違う、もう一旦じゃあお話しよう、一旦、はい、マオ、マオちゃん、はい、一旦電話しよう。待って、待って、超楽しい。あー、来てない、来てない、よかった。一旦じゃあ電話しよう。あ、じゃあ見てはないのかな、まだ見てはないのかな。今日うちの母親も見てるから、ね、めっちゃすごい、ちょっと待って、なんでお前の母親もデンジャラスナイト見てるかよ。当たり前だろ、毎回見てるよ。や、気まずいよお前。なんでじゃあさっきお前女に寝てやったりとか普通に話してるわよ。サイコパスかよお前。じゃあもう最近リョウト遠足で電話するんだったら、これ俺らはいない体の方がいいのかな。あ、そうだね。じゃあ、うん、普通にじゃあ遊びの誘いして、あ、一回、うん、声聞きたい。じゃあ一旦ね、一旦電話しよう。はい、うん、じゃあつなげて。イヤホンの場所に。さっきまでちゃんと告知してたわけよ。本当だ、なんで告知するわ。 FM ギノワンで生活で検索したら見れるよって。そこまで言ってるから、もうこいつめっちゃ、もう返事が可愛い、三宅さんやばい、ハート、うわ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 、え、すごいいい感じじゃん。え、電話しよう、電話、はい、つなげて、イヤホン。なんでこんな、俺らじゃあ、これからちょっとアポなしなんですけど、本当にこれ電話すんの。俺たちいない程度で、じゃあ、本当に、うん、じゃあ、遊ぶ約束してればいい。一回しよう。今日この後、セックスする約束しよう。違う、じゃあ、一旦電話しようか。今グループにいてるで。はーい、言うつでもいいよ。しもしる。今日大喜利するんじゃないの。じゃあ、音大きくして。こんな感じだから、お、音大きくして、うん、あれ、あ、本当に嫌だもん。なんか見切れ。もしもし。もしもし。ラジオ終わった。ラジオ終わった。ラジオ終わった。早っ。え、終わった？今終わった。
早っ。待って待って、ごめん、これ盗聴みたいな。ラジオって、ラジオってそんな早いの？15分番組だから。あ、そうなんだ。そう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 。すぐ終わるわけ。よくあんだけ告知できたな、お前。告白じゃん、告白。告白。告白。さ。待って、めっちゃ笑い声聞こえる。ちょちょちょ、誰もいない、誰もいない今。お母さんのおならって言える。お母さんのおなら。今のは、俺のお母さんのおならやつだ。は、なんて。なんでもない、なんでもない、なんでもない、なんでもない。全然なんでもない。声めっちゃ可愛い。声めっちゃ可愛い。さ。じゃあ真剣なムードになれ。じゃあ。リョート、もしもし、とぼけて。リョート、リョート BGM、リョート BGM。ちょっと今 BGM 流すから。君に伝えた中学生の告白前の曲だよ。グリーン流してるから。あ、グリーン。あ、オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。中地愛の手、中地愛の手、中地愛の手。ティン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 。あらよっと。ティン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 。ちょっと、なんちゃすみやけちゃんすみやけ。真剣な話なんだけど。何？さ、ガチやしやん。前、瀬名ヶ島行ったさ。ね、めっちゃ笑い声聞こえるよ。瀬名ヶ島行って、星見てたさ。本当はあの時に言いたかったんだけど。はいはい。もし、よければいいんだけど。うん。こんな顔の濃い宮健っていうやつだけど、付き合ってください。やばい、めっちゃ笑い声聞こえる。お願いします。お願い。はい。本当に？うん。やばい！マジで？マジで？すごいすごい。待ってマジで？おめでとう。切っていい？まあごめん、これ金玉打った。ごめん、ラジオでしすぎて。公開告白。公開告白。すげえ。え、ガチガチ？やばい。本当に。あいつ伝えて、あいつ伝えて、あいつ伝えて。うん、あの時フェラ上手だったね。あいつ伝えた、あいつ三宅、あいつ伝えた、あいつ伝えた。じゃあ、記念日です。好きなとこ、好きなとこ。何？何？大好きだよ。待って、俺こういうキャラじゃないさ。ねえ、言わされて。すげえ。もう、わけはすごい、すごいラジオになった。すごいラジオになった。じゃあ、じゃあ一旦また後で書き直す。後で、マジで、マジなやり取り。本当に、本当に、じゃあ待って。また後で書き直すから。何？ごめん、ありがとう。でもなんか、ドッキリみたいなの。これドッキリじゃない。本当、本当、本当。これ、うん、マジなやつだから、本当に。わかった。あ、すげえ。本当に、ごめん、またラジオ。そうだね、ごめん。終わったら、本当は1時間番組だから、これ。本当に言ってる。後で、ちゃんと、また。話そう。わかった、寝てるかも。いや、寝てるわ。すげえ。すごい、いいなぁ。寝てるんかい、そこは。なんか、なにこれ。めっちゃいい。なにこれ、この展開。なにこの展開。じゃあ、また、あとで。あとで。ね。うん。わかった。ええ。ありがとう。うん、頑張ってね。うん、ありがとう。はい。なんで、あれ、待ってんの、途中で。待って、よっしゃー！一旦落ち着け、一旦落ち着け。ということで、一旦落ち着きましょう。一旦整理すると、三宅は今、好きな女の子に告白して、OK されました！すごい！マジで、やべえ！マジで、やべえ！何この展開？なんで？え、待って待って待って。本当にこれ？
こういうラジオだっけ。やらせてとかじゃないでしょ。違う違う違う、仕組んでお前ら。いや仕組んでないよ。ドッキリとかないよな。普通にお前のその実はですね、1時間前僕がこの女の子に LINE をして OK してと言っていました。怖いよー。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。いや本当にガチだから今回のこいつらだったらありえるから。いやいやいや、ちょっと分からんから。いやマジで関わりない、本当に関わりない。おめでとう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 。ということで9月19日宮里健太真央ちゃんと付き合うぞ。すごい。いやしかもすごいのが、つい嫌がらせだったのに、今日1時間本当は大喜利やろうとしてたのを、うん、ノリで思いついて、で好きって言うからね。今初めて好きな人いるって聞いたさ、まず、ね、本当に好き、これはお前的に、うん、お前本当に俺らがしてたんでしょ。そう、いずれ付き合おうとはしてて、そう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 、だから今日も、うん、なんだろう、なんか会いたいみたいな話してて、うん、ちょっとなんだから送りようみたいな話になってたけど、はいはい、ラジオがあるからってことで、うん、ああありがとうマジで。ごめん。いやでも出れたことによってね。でもかっ、でもこの告白の仕方マジかっこいい。おう、そこら辺の人じゃできないもん、いやラジオで公開告白って。すげえお前。え普通しかも女の子もさ相当 OK だと思う、うん、これそうだよ、うん、だって普通迷ってる女の子だったら、うん、こんなみんな笑い声ある中で、うん、なんかね、うん、ドッキリっぽい雰囲気で、うん、とりあえず待ってとか今返事出せないとか断るよ、うん、こんな中で OK 出すってことは、うん、相手も嬉しかったのか。いやもういろんな方たちから祝福メッセージ、祝福メッセージ読んでいきたいと思います。マリエちゃんおめでとうございます。いやありがとうございます。マリエちゃんありがとう、おめでとうございます。中谷子さんおめでとうございます。いいなーということで、あすごい、まあやまあやびっくりするんだよちょっ と, ょっとおめでとうございますということで、高ママさん、わーすごいおめでとうってことね。マリエさんもいい声、うわーすごいねー、まさか恋のキューピッドになるとは。いやすごいね、これ結婚してからさ、だから俺ら披露宴呼ばれて、どうしよう、このラジオが披露宴流されたとして、うん、その前オナニーの話してる。終わった、オナニーの話してる。いずれね、まあ分からんけど、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれんけど、いずれ子供ができて、ミヤケンが見てこの YouTube、 俺たちがね、これこの日から俺たちは付き合ったんだよって言って、うん、その横にいるリョートが俺初オナニー言うかとか言ってる。最悪だ、やだ最悪や、申し訳ない本当に、すごい。でもへえ、すごいね、お前このラジオで波乱万丈だな、お前マジでデンジャラスナイトで伝説作って、うん、一番の一番お前がヤバいやつだよ。マジか、すごいよ、すごいよ、ありがとうございます。一応そうね、ミキサーのキャンさんとリョウトは童貞だけどめっちゃ祝福してる、うん、嬉しい。僕はね、もう童貞だけど、うん、頑張れよ、子供ちゃんと作りなさいよ。誰がまだ早い、まだ早い、親戚やし童貞まだ早いか。うわ、マジでちょっとこれさ、9月19日、この後どんな19日何の企画やっても盛り上がらんさ、もだからよ。そうだな、なんか大喜利しよう、大喜利一生懸命大喜利考えてきたのに、大喜利しよう、大喜利すごいな。お前は滑ってもいいかもしれんけど、俺はもうなんかもう嫌だ、すごいね、チキめっちゃすごい、マジで。しかも声かわいいしな、ということでこんなラジオじゃないよね。ねえ、ほんとにいいラジオしたくないんだけど、うん、ねえ、もっと嫌がらせだったんだけど、どっちかというと、どっちかというと振られれと思ってたんだけど、だから俺ももう振られる覚悟で言ったからね。そんぐらいでね、さ、三宅も正直ね、俺は芸人だからわかるけど、もう振られる街だった、うん、そうだね。どっちかというと、オッケーされたからびっくりした。ガチオッケーだからね、あれしかも。すごいな。あの感じは衝撃的な、ブワーってなったね。本当に。はい。鳥肌だった。すごい。展開は熱いですよ。熱いっすね、皆さん。皆さんね、今見てくれてるね、34人、35人の皆さんですか、はね、もう伝説の目撃者です、本当に。うわー、今日いい一日だな、ガチ生ですから、収録とかじゃないからね。YouTube でもないし。本当に。生だから。今思いつい、10分前に思いついて告白してね、うん、まあ思いついたら、まあね、そういう、三宅はずっと好きだったけど、あ、同じ仕事先ではないよね、うん、全然違うよね、うん、だから、前、中地に行ってたこの先輩の、うんうんうん、同じ職場の後輩で、うんうん、はいはい、そうそうそう、その先輩は、うん、まあ、エッチし…ちょ、待って待って、このな…ぶっちゃけしてない、あ、ほんと純愛なんだ、こっちは彼氏いるのよ、あーあーせ、うん、地元が同じで、うん、はい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 、ちょくちょくたまに飲みに行くみたいな、あ、はい、めっちゃいいなぁ、すげえなぁ、いい女の子がいるからっていうことで、じゃあ、りょうとも告白しとこうか、誰かに、そうだね。あ、お前が今、はい、ふと思いついた女性、はい、うん、
母ちゃんだよな。だろうな。電話する？しかいないだろうな。しかいないやし、ごめん、母ちゃんしかいないやだろうな。最近体調悪いって言って病院まで連れて行った。優しいわ。母に、いや、すごい一日になったね、今日。すごいね、幸せだ。なんか幸せだね、ほんと。まさかの結果でしたね、ほんとにね。ほんとだったらね、直接会ってね、やらなかったけどね。いや、まさか俺らも、これはこれで、まあさ、他の人と違うから。そうそう、うん、まあ、そうだね、めっちゃ。なんだかのあるあるなのが、このいざね、この正面向き合っての告白って意外と OK された後、あ、OK、あ、そうそうそう、みたいになれば意外と、確かに意外とこの形の方が良かったりするかもしれない。ニヤケンとかに関してはもうめちゃくちゃそういう人、いい思い出になった。いや、浮気されたら面白いな。また韓国人、また俺それでここ来んの。次、中3の韓国人じゃなくて、うん、中2のポルトガル人。特殊すぎるだろ。面白い。ヨーロッパ行ったらもう俺何もできない。ネタつきねえな、お前。もうすごいね、いいね。いやー、嬉しい。だって YouTube 上に三宅が浮気されたのも残ってるし、そうそう、告白して OK、 もう乗り越えても。すごいね。すごいな。インチキ何人これ、この純粋なやつ。皆さん本当にね、そうなんですよ、浮気されたんですよ。そっからね、乗り越えて新しい人とね、今純愛を突き通して今 OK されたという。死にやしや、お前。デンジャラスデイとかドキュメンタリー映画みたいな。やばすごい。こんな小切れなの求めてないんだよ。俺今日とか朝の10時までキャバクラにいたよ。おいおい。おい、すごいな、ほんとに。ということで、じゃあ一旦ね、この興奮冷めなんとかの中、一旦ね、CM に入っていきたいと思います。はいはい、今、本日のこのおめでとう。おめでとう。もうすごい。マジか。このちょっと怖いこと言っていい？この後その彼女がドッキリ大成功ってもっと入ってきたもん。やりてぇし。面白い。やりてぇし。で、俺ら3人爆笑。怖っ。怖い。怖い、もう。で、本当に YouTube とかやったら人間不思議なの。うん、めっちゃね、だから本当にこれもドッキリかなみたいな。ってことはもうリア充なわけね。敵だな。いやー、中川さんね。そうですよね。ミキサーを敵に回したらやばいよ。お前が何言ってもと消される。支配されてる。いや、すごいなぁ。マジか。みんなね、だってみんなすごくない？こんな、うん、最終回見てる人からしたらびっくりじゃない？そうだね。本当に今日大喜利だけの予定だったから。そう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 、うん、すごい。すごい。結果良かった。お母さんって応援してくれてたんだっけ？このなんて元カノとの恋応援してたんだよね。うん、で悲しんでたんだっけ？別れたことに対して。ちょ、まあまあ。報告じゃねこれ。母に。違う、待って、そういうのはいいさ。まだまだいいんだ。まあ、それはまたでやろうか。じゃあまあまあ。うん、すごいな、伝説が。次いつ会うとかなんか約束してるの？うん、今後の予定はどうなの、三宅は？一応。また土曜日とかに会う予定はあったんだ、もともと自分も平日休みだし、こっちもシフト制で平日休みだし。あー、純愛だね。すごいね、いいな。最近どこデート行ったの？最近結構食べる子で。え、あ、かわいい。いいな、よく食べる子かわいい。超いい。分かる。一緒に寿司行きたいねって話してて、寿司行って、その帰りに背中島行ったの。10秒前。いいな、純愛やな。あ、すげえ。5秒前。すごい。はい、KY デンジャラスのデンジャラスナイト後半でございますけどね、うん、はいはい、まあ、衝撃的なことがありましたね、本当に。そうですね、告白してね、生告白して OK されるという、ね、まさかの大喜利の予定だったんですけどね、うん、びっくりですよ、本当に。でも喜ばしい、本当に。だってね、乗り越えたから、三宅はね、うん、ワンチャンプロポーズしてみない？ちょ、バカや。乗りすぎだろ。それで OK 言ったらどうする？怖いよ、逆にね。逆に嫌だな。逆にヤバいやつやしってなるからね。あれ、ちょっとネタバラシまだかな。まだ来てんだ。もうタイミング伺って。マヤちゃんまだ来てんだ。今回ガチだから、ガチだから。よかった。俺らも知らなかったもん。まず、お前が好きな人いるのも知らんかった。そうそうそう、嬉しい。ということで、さあ、どうしますか？この後どうしたらいいかわからないんですけど、とりあえず大喜利やりたいと思います。やろうやろう、大喜利しよう。まあ、大喜利も楽しみだったら、ね、いいぐらいじゃない、いいぐらいじゃない、いいぐらいかもしれない、10分間大喜利していきたいと思います。ということでですね、
まあ形的にな、形的にじゃあ、まあ、あのあれなんですけど、うん、高校、高校総体っていう大会に出てですね、うん、KY デンジャラス、ね、テルケンデコボコトレベリング出場したんですけど、はいはい、まあテルケンが優勝したんですよ。そう、2年連続ね。で今日ね、まあこの商品持ってきてもらったんですけど、うん、まあトロフィーをね、ちょっとね、今行方不明だったということで、その時のあの、あっちにね、フライドチキン1年分、すごくないですか、フライドチキン1年分っすよっていうのが副賞であって、商品、うん、まあね、KY デンジャラスとデコボコトレベリングは正直悔しいんすよ。悔しい、未だに肩書きが、そうだ、ね、結局俺たちもその後日本一みたいになったけど、うん、矛盾生じてるから、うん、そう、そっか、大会違うから日本一になったのに先月沖縄で2位になってるみたいな謎の矛盾があって、俺たちもなんかしっくりこない、ね、しない、未だに2年経って未だにすっきりしないから、あーってなる。この大喜利で、うん、KY デンジャラス代表中地、はい、大喜利代表出ます、はい、テルケン代表宮健、デコボコトラベリング代表リョウトが出て、はいはい、これで、優勝した人、勝った人が、過去の歴史を変えてお笑い高校総体王者となります。イエーイ、イエーイ、すげえ、今歴史が変わります。すげえじゃない、もう全てなかったことにします。なるほど、ま、トロフィーも、おかしくない、取ります、奪い取って。でも俺今幸せだから全然いいけど。マジかお前、なんやかましいわ、うわうぜお前、やかましいわ。いやでも俺本当に勝ったらマジで2014年2015年お笑い高校総体王者って書くよ。うん、俺もツイッターのプロフィールなんだよ。でもそれ嫌だろ。でもまあそうか、二十歳になって未だに。え、でも書く。でも、もうこれは死守したい。はい、ということで早速やっていきましょうか。それではですね、まあ、形的、あ、形的にというか、形としましては、うん、まあ、3人がね、それぞれ答えていきます。まあ、何回答えてもいいです。ポポポポって答えていって、はいはいはい、あ、一人一個にしようか。一人一個ポンポンポンって答えた後にお客さんにですね、呼びかけて、お客さんは名前を、うん、面白かった人の名前をですね、ポンって書いてください。で、はいはい、先着3名、3名、1000名ババって出た人の一番多い多数、はいはい、やりたいと思います。まあね、ふざけてもらって構わないです。もう2票くらいがいいんじゃ、ふざけまくってください皆さん。そうだ、2票でいきましょうか。2票に、すいません、はい、2票先に、先に名前が、自分の名前が2つ出たら、2つ出た人が勝ちということです。なるほど、社交へ。さあ行きましょう。それでは第1問、はい、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、第1問、はい、あ、ちょうどね、あれ、元彼のここだけは許せない別れた原因アンケート第127位はということで、はい、考えてください。元彼のここだけは許せない、まあだから女の子目線ですね。元彼のここだけは許せない別れた原因アンケート第127位は、まあこれ例があるんですけど、うんうん、これ結構面白いですよ。スマホを小指で操作する。あ、独特だね、際どいね、127位だね。うん、そう、リチャードと呼ぶことを強要される。やだな、これ面白い。性別の不一致。いや、やば。性格の不一致じゃなくて性別。それ100何位かなのそれ、うん、127位ということで。それでは、はい、じゃあ思いついた人からいきましょう。じゃあ行っていいですか。はい、宮健いきましょう、はい、それでは宮健です。それではちょっと音、はい、それでは宮健、元彼のここだけは、ここだけは許せない別れた原因アンケート第127位は、思想濃漏。127位だ。確かに、別に歯茎トラブル別にどうでもいいんだけど、ちょっとなんか気になるかな。確かに、たまに口臭気になるかなってとこで120、うん、あ、面白いね、127位だ。面白いということで、はい、中地行きましょうか。はい、それでは中地行きます。元彼のここだけは許せない別れた原因アンケート第127位は、自分のことをそれがしって言う。ちょっと待って、どういうこと。サブサブサブ。それがし、第一人称がそれがし、第一人称それがし。いつの時代。多分江戸時代の拙者とかの。それがしは嫌だ。確かに、今127位だね。嫌だね、それ確かに。それでは亮斗行きましょうか。大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。行きましょうか。それでは亮斗で、元彼のここだけは許せない別れた原因アンケート第127位は、待って、頭が回ってない、もう一回読んでいい。嘘、まさかの手術、まさかの手術、面白いやつ。これでいい。ということで、はい、ごめん、本当に眠ってたから、はい、ということで、皆さん、はい、面白かった人、名前お願いします、はい、こちらが中地、はい、宮健、亮斗です。先着2名お願いします。はい、来なかったらどうしましょう。あー、両都が入りました。よっしゃ、ごめんなさい、俺も両都です。あー、嘘。はい、コメントお願いします。皆さん終了ということで、はい、ね、1回戦は両都が、あ、そう、1回戦じゃあもう、あ、待って、じゃあこれ1個でコメント、はい、待ちましょうか。10秒待つ、誰でしょうか、ちょっと待ちましょうか、2、
さん。はい、りょうたさん。嘘でしょ。はい、一番ね。いや第一戦勝者、りょうた。こんなんやっていくの今から。ただの出来の悪い子だよ。クリティカルだから、クリティカル。マジか。そうなの。面白い。はい、それでは続きまして、いきましょう。マジか。じゃあちょっと難しいの言っていいですか。はい、いきましょう。それがし面白いよな。いきます。9割嘘の自慢…あ、ごめん、もう一回言って、はい、9割嘘の自慢話をしてください。おこれ、例が結構面白くて、うん、全米を泣かせたとか。あ面白い。9割嘘の自慢話。もう一個、折りたたみ式自転車で鶴を折ったことがある。とか、9割嘘の自慢話。それではりょうといきましょうか。はいはい、それではりょうとお願いします。9割嘘の自慢話をしてください。俺さ、実はガソリンスタンドお前ら行ったことあると思うんだけど、うん、生前期チョコパッドあるさ。あるな、うん、はいはい。あれ、俺が開発したってば。あー面白い。あまあ、でってなるしな。あれ、それで別になんならなくてもよくねみたいな。ないよね。けど、まあ大事なのかなみたいな。確かに9割嘘だし。はい、でも1割本当の可能性もちょっとあるかもしれない。うん、確かにね。それでは次、ダッチ行きましょう。はい。はい、中地行きましょう。はい、それでは中地、9割嘘の自慢話をしてください。お願いします。ちょっと自慢していい？いいよ、いいよ。昔話の冒頭でよくある、はいはい、昔々、あるところに行ってある、あのあるところに、はいはい、あれ、大体俺の地元。面白い。だってお前嫌いなんだ。大体そうそうそう、昔々あるところにいて、大体お前のお周辺だ。大体俺の実家周辺で起きてる出来事。桃太郎とか。面白い。桃太郎、隣隣。桃流れたのお前の家の近くの川なの？あ、そう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 、阿蛇川。おじいちゃんおばあちゃん住んでるのも。そう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 、面白いね。確かにこれ9割嘘だね。確かに。まあ1割ありそうだし。100% 嘘だね。面白いですね。中地と、あ、宮県どうぞ。じゃあ、行きましょうか。それでは宮県行きましょう。9割嘘の自慢話をしてください。じゃあ自慢していい？いいよ。渡る世間は檻ばかりとか出てるえなりかずきいるさ。えなりかずきいるね。双子ってば。お前と双子ってば。いや全多分全似てないけど。地位正反対やさ。えなりかずきはザ日本人だからあれ顔。母さん。面白い。ちょっと似てる。9割嘘だね。確かに。これ結構みんな僅差だね。みんな面白かった。ということでコメントお願いします。こちらから中地、宮健、亮斗です。じゃあキャンさん票。入りましょうか。キャンさん一票。おっしゃー、来た。三宅面白かった。三宅一票入った。それであと一票、次のコメントでね。はい、うん、皆さんコメントお願いします。10秒待ちます。10秒待ってこなかった。10秒待ってこなかったら俺票でいきます。おあ、なんかおなかおー一票入ってます。来た、来い。さあラスト1個コメントお願いします。ラスト1個コメントお願いします。皆さんさあどうなんでしょうかね。リリコさんありがとうございます。ラスト、お、来ます。さあ中地、三宅健、亮斗、頼む。ラスト誰か入るのか。入力中です。来ました。お中地。高浜さんが中地さん入りました。中地一票。マジかー。すごいね。ということで、そうだね。はい、ということで、第2戦目中地勝利。おー面白かった。ということで、まあ、今回みんな面白かったですね。僅差、はい、でした。ということで第3問いきましょうか。はいはいはい。はい。これ結構やりやすいかもしれないですね。うん、それではいきます。10年後の自分からお手紙が届いた。うん。なんて書いてあった？10年後の自分から。難しいんじゃない？逆にかな。10年後未来ってこと。10年後未来。まあ一応例はあります。例、僕だった私へ。あーなるほど。姓をね変えたんでしょうね。僕だった私へ。でもう一個が、今年ミノモンタが千円札になりました。あ、なるほどね。近況報告でもいいのか。自分のことじゃなくてもいい。10年後のただ自分に言うことだから。近況報告でもいいのか。ということで皆さんじゃ考えてくださいね。お願いします。10年後どうなってるのかというのもありますし、自分がどうなってるのかっていうのもあるし、10年後日本だったり世界だったりがねどうなってるのか、まあ今ね北朝鮮もありますし、アメリカとかありますしね、政治だったり。じゃあちょっと言っていいですか。あ、三宅行きましょうか。それでは三宅、10年後の自分から手紙が届いた。なんて書いてあった？あのこのハゲでおなじみの豊田真由子議員、はい、自らハゲてるよ。今もう今現在もう豊田真由子議員がもうこのハゲになっちゃってるっていう。あ、面白い。時事ネタだねこれ。面白いっすね。これ面白いっすね。はいはい、面白い、ね、じゃあ僕行きます。中地行きましょうか、はい、それでは10年後の自分から手紙が届いた。なんて書いてあった？10年前の今日ラジオで付き合った三宅健、
本日で77人目の子供産んだよ。面白い。面白い。そのパターン面白い。そんな産んでる俺。うん。すごいな。頑張ってるんでしょうね。はい、それでは両党いきましょうか。それでは両党で10年後の自分から手紙が届いた。なんて書いてあった？両党元気か。デコボコトラベリングで活動してたけど今はもう解散して。両党は俺今の俺はガソリンスタンドで働いて。帰りはさ、沖縄の全キャバクラを支配してるよ。ああ、俺は好きだなー。面白いなー。俺は好きだなー。帰りキャバクラを経営してるんだ。まさかの。面白いなー。全キャバクラって相当すごいよ。すごい。マジかー。さあこれ、さあ中地、三宅、両党、皆さんコメントお願いします。名前をね、書いてください。それではキャンさん票いきましょうか。どうですか。両党。キャンさん結構ね、両党が結構両党推しだなぁ。いい結構面白い。童貞仲間です。童貞そうですよね。童貞票ですよね、さっきから。そこで分かっちゃってんださ あ、リンコさんから両党票が入りました。聖樹中地さん、あ、これ3票2票ですね。あ、じゃあ両党、あ、両党入ってます、両党。わぁー、あー、中ママさんからも来てますね。さあ、ということで行きましょうか、はい、さあ続いていきましょうか。ラストぐらいかな。ラストいきましょうか。じゃあラスト、じゃあラスト10ポイントー。よっしゃー。うわー、ありきたりなやつだね。もうね、あ、もうベッタベタなんですけど。はいはいはい。それでは三宅まだ取ってないからね。三宅がね、俺がここで逆転優勝も。じゃあ三宅が得意そうなやついきます。おっ、分からんけど。生徒が不満だらけだった修学旅行、なぜ不満だった。おー、まあこれ例があります。先生の数が生徒の3倍。あー、いい。あ、いい、いいね。修学旅行が入学式の翌日。なじめねー。面白いっすね。など、修学旅行が不満だったんですよ、うん、生徒たちでね、なんで不満だったのかということで、皆さんね、どう思いました。皆さんね、コメントとかでもしかしたらね、参加できる方がいたら。あ、確かに、うん、答え書いていただきます。まあね、まあ修学旅行、キャンさんとか修学旅行行けました。キャンさんの年齢の修学旅行っていうのは、中学校の時だけです、うん、あ、小学校と中学校。どこ行ったんですか、ちなみに。中学校は九州行きました。あー、やっぱ変わらないんだ、みんな九州か関西なんだ。うん、どっちかなんだ。はい、それでは中地行きましょうか。それでは中地で、生徒が不満だらけだった修学旅行、なぜ。旅行先が北朝鮮。やだなー、ね、ちゃんとちゃんとしっかりした笑いでしたね。しっかり、うん、ちょっと恥ずかしい。いや、でも面白い面白い、うん、恥ずかしい。それでは両党いきましょうか。これ先生のあの気持ちになる。あ、大丈夫だ、うん。それでは生徒が不満だらけだった修学旅行、なぜ。さあ、みんなも奈良着いたね。じゃあ今から、はい、頭を坊主にして、あの角をかけて千斗くんやって、はい、みんなで旅行行こうか。両党ワールド。あー、いいなー。セント君ね、ゆるキャラのね。かわいい、みんなめっちゃ両党っぽい。かわいい。確かに不満だね。確かに不満。三宅は思いつきました。じゃあ、行きますか。行きましょうか。それでは三宅で、生徒が不満だらけだった修学旅行、なぜ。面白いんだろうな。夏場の修学旅行なのに、全日程好き。面白い、面白い。じゃあということで、これ面白いっすね。キャンさん票いきましょうか。おーい、キャンさん、同点票だ、同点票。嬉しい。すごい、すごい、やっぱ固い絆なんだ。俺、これ票入れていい。俺はやっぱ三宅健。あー、三宅健だった。今コメント入力中ということで。面白かったっすね、三宅健の。じゃあ、であと1本。案外、案外俺、案外。さあ、コメントお願いします。あー、スプリムさん来ました、コメント。先生と同室。あ、嫌だ、嫌だ、面白い。嫌だ、枕投げとか絶対できないね。二つコメント来てます。あ、中津さん、三宅さん、三宅さん。ということで、お笑い高校総体王者は2年前、1年前と変わらず三宅健でした。ハッピーデイ。あ、川子さん、亮斗さんっても来てますね。あ、すごい。でもまあこれ早い順として、はいはいはい、すごい、おめでとうございます。ということで、やっぱ勝てないな。過去は変えれなかったということで、なんか今日いい思いしてない、三宅。だからそうだ、三宅ハッピーデイだ。三宅ハッピーデイ。全部持ってっちゃった。帰り事故るな。やめろやめろ。ということでですね、皆さん、はいはい、ね、まあ、今回まあ大喜利はね、楽しかったということで、うん、三宅が付き合いました。本当にそれですよ。
ねえ、最初に大喜利やっとけばよかったね。だからね、本当にそれ思った、ね、そういう予定じゃなかったから本当に。これね、じゃあ三宅、今後みんなに応援してほしいとかある？なんかね、みんなに一言とか、なんか。いやもうまあ、うん、今回付き合うからにはもうね、うん、誰にもお取られないそれだけかも。確かにそれだけ俺もう確かに間違いない。国際通りとかめっちゃ韓国人いるから行くな。じゃあもう絶対絶対イカさん、うん、K-POP 今流行ってるけど聞かすな、もう、うん、絶対そうだね、絶対もう韓国シャットアウトするな韓国悪いわけじゃないから。そうだけどね、皆さんね、ぜひ三宅健応援してあげてください。そしてね、ドコボコでトレーニング両党大喜利面白かったです。ありがとうございました、うん、ありがとうございます、本当に。この後ね、一緒に4人でラーメン行くんで、皆さんね、応援お願いします。はい、お願いします。はい、以上 KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。ゲストの2人の大きな拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、追加数があと、まあ、6分ぐらい、5分ぐらい続きますということで、5分間じゃちょっとやりましょうか。ね、嬉しいね。嬉しい。写真はある、見たい。じゃ写真俺たちだけちょっと見て。じゃあ一旦リアクションしよう。じゃあ LINE のアイコン。写真、LINE のアイコンさ、うん、無なの設定してないんだ。あ、そういうこれ、これあれじゃない？本当に初期設定。俺たちがドッキリで作り出した存在とかじゃない？だからめっちゃ怖いから。偽アカウントみたいな。本当だ。名前だけで、このアカウントが LINE の初期状態、初期状態。そんな女の子いるんだ、すげえな。今ドッキリ出したいこと来た。やめてやめて、いないから。呼び込むな、呼び込むな。今いいタイミング。本当にやりそうだから。面白いね、でも本当に。やっぱ最初疑ったのドッキリ、マジで本当に。あ、このためのこのためのやつだったんだ。今までずっとでも、すげえな。セナガ島デートもこのデンジャースナイトのための前振りだったんだよ。伏線だったんだ。全部回収されたと思って。マジで俺人と接するないけど、そんなことされる。カノン栄光とかね、だから2年間付き合ってた女の子がドッキリだったから、ね、ああ、ね、ロシアで落とされたからね。やば、わあ、そっか、うん、じゃああと2年後楽しみにしといて。そういうことをしでかすんだこいつら。でも面白いな、すごいね、うん、やってみるもんだね。やってみるもんだった、すごいね、すごいな。でもこういう、ね、沖縄にラジオでね、あの、なんていうの、公開告白、公開告白っていないから、いないよ、本当にレアかもしれない、うん、続いたら面白い、うん、いやー、興奮冷めやらぬだよ。なあ、本当に、ね、大喜利も優勝したし。でも俺気になってたのが、はい、どうした、あの、中地のスマホなんてあんな可愛いね。待って、めっちゃ可愛い。めっちゃ腹立つんだけど、見える見えるかな、めっちゃ腹立つ。なんか猫とか豚とか動物がこう、なんかひょろひょこって覗いてる。お前どうした、こんなファンタジーだっけお前。女子受けなの。何それなんか、何それ、何それ、可愛いと思ってるみたいに言われたりとか、可愛いよやみたいな、うん、後から全部下心満喫でしょ。もう昨日これで、もうキャバクラ超盛り上がる。入りこれでいけるもん、まあ、確かにね、うん、絶対こんなキャラじゃないでしょう。なるほどね。いくらぐらいしたの、うん、これは一応もらった。あ、もらったんだ、いいね、可愛いね、可愛い。中田猫さん、お疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます、ね、皆さん、本当にね、今回ね、見れたの本当に良かったです。シプリームさん、お疲れ様です。お疲れ様です、ありがとうございます、本当に。リリコさん、お疲れ様です、楽しかったです、ありがとうございます、すごかったですね。高ママさん、お疲れ様でした、おめでとうございます、今日も楽しかったです。三宅さん、頑張ってください。お、頑張ります、頑張れよ三宅、頑張れ、頑張るなよ。ハルベイさん、お疲れ様でした、お疲れ様でした。お、マリンさんから、お疲れ様でした、ありがとうございます。来週もやっぱこの、やっぱどうなの、浮気されたっていうのは結構やっぱトラウマみたいになったりする、うん、あ、ちょっと怖いんじゃない。怖いよ、ねえ、はい、そうなの、突然だから本当に。でもね、前兆なんて出さないからね、うん、でもこの浮気された話に戻るんだけど、うん、前日に会ってたのよ、この元カノと、うん、お前は、うん、そう、前の前日と会ってて、はい、なんかめっちゃ喋り方がなんか、あれ、お前そんな訛りだっけみたいな、え、喋りになってる、え、怖い、何、片言なってるわよ、日本語は。で、なんかよくよく考えたら、あ、韓国人とイチャー過ごしたら、マジで引っ張られてる
んだ。日本語片言になってる、それはお前浮気されてるって分からないまま話してて、その違和感感じてたんだ、めちゃくちゃ。まさか喋り方おかしくないって言って、ええー、怖っ、めっちゃ怖っ、予知してる、予知っていうか、マジで怖だ、マイクだったんだ。結構大丈夫、電話でね、好きですって言って、オッケーですとか言ってない。さっき大丈夫だった？大丈夫だった。大丈夫だった。超出るの早い。めちゃくちゃ日本人だった。じゃあため口なんだね。そうそうそう。でも三宅さんとは言うんだ。ああ。じゃあそこは。その感じがいいな、ねね、逆に。ねえねえ、めっちゃいい。三宅さんみたいなこの感じがめっちゃいい。あと30秒ぐらいですかね。はい、ということで皆さんね、今回皆さんは本当にいいもの見れたと思います、うん、すごい幸せということで、三宅は今後ね、幸せになっていくと思うんで、皆さん、はい、応援よろく…あなんか、ふ、なんか怖いよね、え、マジか、なんか、不吉だな、こけたわということで皆さん、ありがとうございました、三宅も幸せに、ありがとう。